ありがとうナイス、うん、今ナイスどんなんなん俺見てんかった全然ナイス。もちろんエビゾーさん抜かれてる落ちちゃうな。お俺まさにキープしろ俺ビビんねんけど普通に。いやほんまにびっくりしてんけど俺、うん、あどんつく俺3位まだキープしよう思うんかった俺、いやもうた多分どっくに海老蔵さん抜かれてるもんだもん、うん、押して押してただやから銭いらんからねナイスは銭かかれへんよ。ふう疲れるな味も。ありがとうナイス。トップグループすごいっちゅうかね、どうだよ、わからんわそこ。うわこれ前半戦な、もう心痛いよ俺、めちゃくちゃ心が痛い。心がね、俺二人ともお世話になってるんでね、二人とも心が痛いです非常に。もうね、こうなる、うん、こう分かってくれる、うん、ありがとうマイカナイス。中村もさ、中村もっと上がってほしいけど俺、中村無料アイテム流してるけど、俺。中村。いや、行ってほしい、中村、俺。最終的に総合1位、中村どうする？総合1位、中村。今あると眉でバンバン競い合って最後、中村差し込み。中村差し。これが一番平和だよ、確かに。トップグループ内のあれやったら。最後仲間の差しで、うん、あ、ナイスアイス01から、うん、ゲットさ、弱いわ弱いわ負けました。え、何で負けた？デイリーでも総合でも負けた。負けてる。え、総合でまだイベント終わってへんやん。まあそうだけど、デイリーは負けた間違いなく。あ、デイリー？うん、エンチャー別デイリーのか。あのさ、リベンジしていい？私前に総合勝ちたいからリベンジ。マジアホかお前、アホか。リスナー玉切れ起こすで。いやもうあの勝ちたい気持ちしか今ないんだよ。うん、それでしたら、まあ、俺前もバトルするで。それはやだやろ。じゃあもうな、うん、普通にさバトルせんとさ普通じゃってんやん。ああ。わかる。なんか悔しすぎてさ、どうしても総合抜きたくて、うん、もうやばいんだって、うん、じゃあ総合抜きたらもう一生配信しますよ。分かった。優香にゃみたいに泡吹くまで。うんうん。ねえ。いや俺やったらあのもしどうしても総合抜きたかったら俺は絶対に配信見ます。うん、わかる。うんうん、めっちゃ悔しい。でもただ体力が死ぬで。てめえそれっぽいこと言いやがって。何それっぽいことで。金返せお前。アイコス返せ。お前お前さそれっぽいことばっか言いやがって。なあ、アイコス返せよ。金も返せ。アイコスも金も。あ、アイコスこれアンドレで。ちょこのあのあれやろ、充電できんアイコス、充電できんアイコス。もういい、死ね。いやかましいお前、バンダルお前ちでば、ちでばバンダルで恐ろしおんないな。
あーミーコか、わからんわからん、うん、いや多分めちゃくちゃ悔しかったと思うでめちゃくちゃ悔しかったと思うで、うん、めちゃくちゃ悔しいと思うで、うん、いやそう、マユンじゃなくて結局さ、あの最終的には、うん、最終的にはこの 6日目が勝負やからな、うん、6日目だから、その6日目までに同じ土俵で戦えるまで持っていっとかな、まずは、ここでもうちぎられてるようじゃ無理やで。うん。あ、ナイスナイスナイス。恐ろしい主任やで、あいつ。最後お前、暴言やで、暴言。うん。いや、母数もな、関係、多少関係あるけど、強かったよ、ゆまるも結構。うん。ゆまるちゃんにファンタここ投げた！俺が暴言吐こうかな。俺が、うん、いや俺もファンタ来たよ。ファンタ10発ぐらいトータル20発、え、ファンタ20発来てるよ俺、うん、ファンタスティック20発来てるけど、うん、絶対バイデーヒンがね、絶対にでもこれはあの何、あのキリがないわな、絶対に、うん、キリがない、バトル者が。だからあえてね、バトルせんかった俺、うん、いやでも どうしても勝ちたかったらあれやな、うん、長時間配信分待ったな、うん、だからイベントしんどいんよ、イベント。だから一番いいのは多分あいつの頭の中では、で総合1位の状態で配信を終わりたいと、うん、総合1位の状態で、多分それが多分そうやね、うん、だからもう競ったらな、うん、あ、ナイスナイスナイス、うん、だから2人が今日どこまで配信するかでな、うん、ひょっとしたらね、泡吹いて倒れるかもしれません、両方どっちかが負けず嫌いなんでね、あの二人とも、うん、差し込んじゃ中村頼む、配信回して頑張って配信、配信頑張って、うん、だから今総合1位がまゆ、ゆまる乗ってこの二人争ってんやけど、まあ、結構僅差よね、僅差、うん、まあまあ負けず嫌やな、うん、で中村がちょっと下の方でこう構えてる感じ、うん、中村が、うん、でこれまだだって今日、え、今日3日目火焼けて、いいやけど3日目かな、うん、3日目でこれやで、死ぬでマジで、うん、トップグループ、うん、ありがとうナイス、うん、どっちが先に配信終わるな、いや、これがイベントやで、普通に。ガチイベ中か。だから寝られへんもんな、イベント。中村、どうにかならんの。あ、ゆまる、朝からマシンや、あいつ。朝から分マシンや。
でも結構体力的にかあのしんどいと思うで、うん、朝から配信ずっとやってみたら、うん、前ってなんかそんな負けず嫌いのイメージあんまないんやけどな、うん、負けず嫌いの、だからこそ優しい言葉かけてあげればよかったんですよって。あのね、たぶん甘くないよ。舐めすぎね、イベント。僕らがね、ずっとね、必死こいてね、やってきたイベントでずっとそんなんよ。うん、寝られへんよ、マジで。それぐらい必死こいてやらんとね、うん、勝てんよ。いやー、怖えよ、女の争いって。ただここでな、寝てさ、ちぎられるやんか、ボーンって。こうなったら終わりやで。こうなったら。いや、もう100万ポイント差とかさ、つけられたらさ、リスナーもなえるからな。あ、もう無理やなって。だから、とりあえず、僅差で勝負せな。そう、これは勝手に負けても恨みこなしやで。勝手に負けても。あの、ゆうかにゃんがそうやったな。ゆうかにゃんが負けず嫌いすぎて、泡吹いて倒れたもん。配信で。昔、救急車かなんか来たな。1号艇、ゆまる。2号艇のまゆな。3号艇、1号艇まゆか。まゆ、ゆまる。3号艇中村やろ。協定で言ったら、うわぁ、1、3、2、1、2、3、1、2、3、1、2、3やな。本来なら、直まくりの3、1、3、1やるかもしれない。3、1。直まくりの。チルト跳ねて、バッコバコに。天然さん事件ですって。中村くんがチルト跳ねてますって。中村チルトプラス 3.0 って。いやでもあるかもしれんね、中村。本腰入れたな、本腰。本腰入れたらあるかもしれへん。だってさ、点差ってそんな開いてないやろ。ちょっと待ってな、200万ね、質問なんですが、どんなさんは、ドン・キホーテみたいな、やめてな。ヒー・ドンナさんは、トップグループに正式に入社されたんでしょうか？いまいち入社した感が感じるんですけど、と。ドン・キホーテでさ、みんなドン・キドン・キ言うけど、あれさ、実はドン・キホーテで知ってる？ドン・キホーテで。一回、ドンで、丸入ってんねん、あれ。ジャッキーもドンつく。知ってる？あ、リコピーいらっしゃい。知ってるね。ひどなさんは、あと誓約書とかね、書いたらっすね。誓約書。何、ゆまる諦めるて。ナイスアス。どんなさんちゃうよ。ひどんなさんな。どんなさんちゃうで。ひどんなさんね。あ、ガチやったんや、あれ。いくらいったん、養分。本線2点、10万張り。あ、そっか、今日若松優勝やわ。せや、G1 優勝やもんの、今日。5万ってこと、20倍ぐらい、20倍ついてるね。20倍ぐらい。20倍ってことは、多分14数じゃんな。多分、カウンター124か142。絶対。養分の解明。あ、143か。143、よう書いたな。134、143ね。だいたいわかる。5万張りで帯びるってことは20倍やから、だいたい14筋多いよね。
羨ましいな。うん、帯るっていうのは100万コースってこと。うん、帯100万の帯、100万。お前はやったのって やれるわけないのお前、うん、やれるわけないのお前。俺のテレポートみたいエグいぞお前、うん、テレポート見たい？テレポート天然さんのテレポート見たい人いてますか？収益見たい。大丈夫かやるわ、うん、やばいな、これ。あんましたくないけどな。はい、お強い分。うん。あ、そうやで。それで大阪の家帰ったで。うん。ぶっちゃけ言ったら。集まってよ！年に一回の発表ね。あんまり収益公開しない僕が収益を公開します。もうないよ。一生に一回ね。一生に一回。天然さん、ふわっちの配信者で、ギャンカスだらけですよね。はい、その通りです。じゃあ、ふわっちの配信者は、年間に、どれくらい使ってるんですか？そのね、一例を、今僕がね、見せます。収益ね。その一部を、え、チェーンかかってもいいや別に、うん、チェーン覚悟ね。ね、ふわっちの配信して結構ね、皆さんが思ってる以上にギャンカスが多いです。非常に、はい、あれこんな配信者さんもギャンカスなのって。はい、ギャンカスです。まあ大体みんなもね、大体ね、想像はついてると思う、うん、配信者さんって配信外で何やってるんですかって。大体ね、ギャンブルやってます。はい、パチンコ、競艇、競馬、うん、ね、いろいろね、公営ギャンブルを、うん、パチンコ、競艇、競馬でいろいろねやってます。はい、ポーカー、麻雀は知りません。ポーカー、麻雀は、うん、まあ皆さんがね、今このふわっち界において人気のある配信者ね、だいたい10人おったら10人ギャンブル中毒で、うん、10人ギャンブル中毒。10人おったら、まあ、9人かな ?10 人は言い過ぎかな、うん、?10 人おったら9人ギャンブルね。うん、山田ですらパチスロする人だよ、この前。山田ってギャンブルすんの言ったら、あ、僕しますよ、って。うん、高橋さん、って。パチスロしますよ、って。あ、そうなんで。山田って結構意外やろ。不正変数見えるやんか。あいつパチスロするんで。そう意外やろ、うん、ふわっちの大手は全員ギャンカスね、うん、ふわっちの大手は、うん、ピッキリストもな、するやんギャンブル、うん、ピッキリストもギャンブル。まあそんなね、ギャンブルする、ね、中でね、じゃあ一体ね、いくらぐらいぶち込んでるんですかって、大手は。
ふわっちの、うん、気になるね、気になる、いくらぐらいぶち込んでるんですか。早押しろよで、まあ、待ちいいな待ちいいな、うん、待ちいいな、まあ、ちなみに年間エグソ見える、それではね発表したいと思います。とりあえず1000ナイスいける、1000ナイス、これ重大発表なんで僕の、ダメ、せんないす、いや俺 ほんま見せへんで、こんなん、今日の本題じゃない、今日今から現場行くもん、としたら現場ナイスお願いします、大接戦なんでね、アホなのは無理だよっていけるねんで、それがいけんねん、アホなのは無理だよっていけんねん、それがなんか知らんけど、なんでやろな、なんか知らんいけんねんで、すんきゃーって1100開いてないっす、1100ないっす、開いてるわ今、まああの いろんな YouTuber おるよね、あのち、あ、な、何だっけ、チルトプラス、え、何だっけな、ギャンブル配信で、まあ、そんなんでも一切見えへんで俺、ギャンブル系の YouTuber とかは、閲覧734でもね、通り座ってる人数も2000人おんねん、おるかいけるやろお前、通り座ってる人数2000人おんねんからねえ、いけるくない、ナイスと増えるのめっちゃ早い、そんなんで、ピエロさん頼むか、すいませんね、ナイス、ちょっとやってくださいって、ピエロさんに、いらんわ金松グループとか、お前トランクスにしか興味ないわ俺、トランクスにしか、お前他いらんわお前、なんか大阪帰ったらさ、だから金松グループはなんかの決定のグループらしいわ、あの滑ったグループ、トランクスしかおらんくない、トランクス そうしかないやん、もう、まあこっちはもう今日何曜日、今日木曜日、今日木曜日、今日の夜出発してもいいけどな、今日の夜最悪か金曜日の昼間かな、昼間混むもんな道、疲れんね、夜の方が走りよいねんな、夜の方が、じゃあちょっと閲覧少ない時にやろうか、ちょっと今閲覧するか行くわ、じゃあね公開するわ、じゃあちょ500ナイス、500ナイス、500ナイス、1000ナイス開いてるわ、1位と、その代わりね、公開するけど説教やめてね、説教いい、説教だけはやめてください、いいかな、
ぼやくないですね。いけるから、余裕できるよ。700人おる今。700人。ミッター500。どれや。あ、これやこれこれや。いった500、あと70ちょい、70ちょい、70ちょい、ナイスナイスナイス、もうちょい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 、あと70ちょい、68かと、今年の収支、今年の1月から 10月な、もうちょい。分かりやすいように、まあどうせ時間かかるやろ、ナイス。こうするわ、もうこれ見てね、卒業しようと思った俺は。これを見て本臨在、頼むから税務署に通報だけやめてね、税務署さんに通報リスターさんはやめてね、お前税務署に通報します、やめてね、絶対湧くんで、税金リスナー 100% 湧くんで、売りちゃうよ、100% 送らん、こういう配信は税金にしたらむっちゃ送んね、送るからね毎回、まあ税金関係ちゃんとやってるけどね、さあ残り8分、残り8分、500いきそう、まあ、440強いわ、ナイスマジでめちゃくちゃ強い、諦めそうやもん、しかもこれまだ10月3日やで、10月3日、3日でこれやで、1000ナイスぐらいから使えてるの、さあ残り7分ね、残り7分、税務署見てるんかな、みんな見てへんと思うで、税金は、税金は多分見てへんと思う、ちなみにサンプルね、サンプル時間の、ちなみに服で、購入レースっすね、購入レース、東京さ病気からブロックしていこう、これ辞めてね、レント、この時間多いよ、もう変なの、ね、湧くからさ、この時間、ちなみに購入レース数な、購入レース数が633レースです、633レース、だから俺がこれ、ね、今日までに買ったテレポートで、
うん、勝ったレース数が633レース。これ養分の価値も知れたりやん。うん、633レース。そう。年間でな。633レース。それに対しての的中率が 17%。 17% です。これブロックするはもうあかんわ。的中率 17% です。一体どうなってるんでしょうか。ここに書いてるよ、うん、スクショ撮ってる。スクショ2024年の年間収支で、ナイスお願いします。愛情たっぷりナイスお願いします。養分も4ぐらいできるのかな、養分も4ぐらいできるかな、あと43ナイスね。43ナイス、43ナイス。購入レースが633レース。的中率 17%。うん。的中率 17%。あの、養分さんね、テレボードのアプリ消したんでね。はい。消しちゃったんで。データは不明です。はい。データ不明です。さあ、集まっても時間ないよ。もう見せないよ。もう見せないよ、俺。最初で最後の配信ね。最初で最後の。昨日、養分さん顔色悪かった。そのギャンブルで負けすぎてってこと？ギャンブルで。それ何で顔に悪かったの、うん、まあ適中率よりも回収率って話もねあるけど、うん、さあ残り24、うん、適中率 17% ですごいのって。計算して633レースって 17% 計算して何レース当たってる。633×、0.17、 633×0.17 何レース、すごいでしょ。107レースも的中するわけよ。これ素人がやったらね、的中率3倍で、うん、我々プロやからこれ 17% もあるわけで、素人がやったら3倍よ、うん、でしょ、うん。俺将来ね、プロの予想やしよう、モデル。うん、ふわっち引退したら。プロの予想や。何パーからプロなんて、まあ、大体最低でもね、やっぱ15%いるね。うん、15% は。15% はいるね、的中率。うん、さあ、残り1分。ちょ、500ライスで、500ライス。いくで。500ナイスで公開、うん、俺解明悪くないやろ、うん、解明もう最近結構中安の狙うかな、うん、さあ行きます。残り1分。ナイスナイスナイス。
400、あと11。ちょうどいいやん。ちょうどいいわ。さあ、残り11。あ、ありがとう、お前から。残り11です。残り10。怖いな、緊張するわ。アンチまみれ、なれんかな。うん、アンチまみれ大丈夫。あと8、あと8。やめてね、アンチまみれ、うん、メンタルがもうえぐられます、僕。取り扱い注意を、この案件は、うん、今やったらその閲覧おらんからさ、うん、そのエッさんおらんからそこまでアンチないと思うけど、アトロック、アトロック、アトロック、あと4、あと4、あと4。よしよし、あと4、あと4、あと2。じゃあ行きます。これスクショして置いてるんでね、うん、2024年度年別収支、収支合計ね、購入レースが633レース。ナイスお願いします。633レース。的中レースが106レースね。106レース。633レースあるうちの106レース天然さん当たってますよって。これはもう完全にプロの域ね。プロの域。的中率が 17%。うん。これプロね。うん。プロボーター。果たして、その金額とは、こちらです。ですが、ですが、慌てないでください。慌てないでください。ですが、うん、ですが、これは購入した金額だけで的中します。的中。ますよ。的中します。それではね、一体いくら的中してるんですか。ナイスお願いします。600ナイスでいきます。この下ね、いくら的中してるんですかって、これ気になる。これは気になる。あと10、あと80、70、87。うん、2600×0.17 は違いますよ。はい、さあ違います。回収率があるんでね、うん、回収率が、それ間違いです。633レースの的中レースだから、これ 17% ね、うん、633に 0.17 かけたら 106になるんで、はい。おっと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 、600ナイスね、600ナイス。今年入ってからね、うん、600ナイスをした。今514。
100% カタログギフト来てるやろで。うん。来たこと一回しかないぞ。うん。これ見たらさらに投げたくなった。520、600ナイスね。600ナイス。行かない場合は、これで終了とさせていただきます。行かない場合は、これで終了とさせていただきます。柿にこどんつく。どうしますか ?600 ナイスに行かない場合は、終了とさせていただきます。それではね、カウントダウン入ります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了とさせていただきます。もうこれ以上見せねえ。うん。銀河来た。怖い。怖いです。ええやん、もうね。あそこまで打ってながら。うん。ナイス詐欺ちゃうんけな、お前。ナイス詐欺ちゃうんけ、お前。600ナイス見せるで、こっち、お前。600ナイスで。だから収益やから600ナイスで見せるっつって俺、うん、600ナイスで。肩こるわマジでこんな配信、うん、まあ配信業ギャンブルっすねやっぱり、うん、あの俺のかわいい方ね、かわいい方、うん、かわいい方かわいほよ、うん、もうテレポートやめます。安心してください。アプリは消しました。うん、アプリは消しました。テレポートから片付けるけえへんで一個も、うん、乗客テレポートどっちなん、うん、テレポートさんがしたら僕らはね乗客なんですかね、うん、どうなの、うん、乗客爆買いし、うん、そうなんや。でも上にはね、やっぱ上がおるからね。うん、ああ、毎年1200万でまあまあ買ってるよ、君も。275万さんも。うん、まあまあ買ってるよね。毎年1200万。的中率何パーぐらい？的中、回収率。うん。こんばんは。回収率何パーぐらいなん？ 1200 万で。あれ、競馬もわかるね。競馬も知ってる？ JRA の。自分が競馬で何ぼつくのとかは。全部わかるね。アプリ買ってる人って。あの、全部データ管理されてるから、あの、JRA とかで即バットあるやんか。あ、75、あ、そんなもんか。ちょっと素人やね、まだ。うん。75%はちょっと素人。
え、なんか会員、あの、そのオフィシャルウェブサイトなんか行けるよ。うん。オフィシャルウェブサイト。テレポートの。馬もあるはず、絶対に。馬も。競馬は一発でかいかな、一発が。うん。一発がでかいから、うん、回収結構下がる。競艇はな、当たりの、あれが少ないもん。うん。その代わり、オッズが安い、めちゃくちゃ。え、俺来たことない、一回も。一回だけはもう来たの、テレポート。一回だけで。あ、二回来たかな、カタログ。さ、一回だけやわ。で、わけのわからんコップ来たもん。わけのわからんコップ。いや、それ以外やってない、やってない。うん。フロール来てないね、全然。このサングラスはレイバンですか？これレイバンに見えるやんか。レイバンに見える？このサングラス。レイバンのようでレイバンじゃないよ。うん。レイバンじゃない。配信者みんなレイバンやん。競艇は、やっぱあれやね、勝負がけレースとかさ、うん。あと、なんちゅうの、モーターとか見るかな、俺は。うん。本当にね、その説の、調子とか成績とか。うん。結構見る。で、この選手のね、コースは、何コースが得意とかさ。うん。あと、チルトここで跳ねるか跳ねへんか。うん。ぐらいちゃう。皆さんね、十分に気をつけてくださいよ。うん、マジかよってマジやって、だから。うん、だから競艇って基本的にギャンブルするやんか、競艇。ほんなら、買い方ってあんねん、買い方な。うん、買い方。だいたい本線を絞るわけ。本線。まあ、養分とかだいたい本線4点よ。4点。4点本線を絞って、まあ、そっからちょっと穴を買うみたいな、うん、これが大体基本よね、買い方は。買い方の基本ね、うん、本線4点絞る。だからなんちゅうの、もう ガチガチなやつ、うん、これが結構来そうやなってやつを 4つ絞んねん、4つ決めんねん。まあ、120通りあるからな。120通り。うん。120通りあるから、そのガチガチのやつ、絞る。で、あとは適当に穴を買うやつ。養分な、帯びたらしいけど。